彼のことを本当に愛しているのは私なんですっていう不倫女性がいますけども、本当の愛っていうものを分かってないなと思う私です。こんにちは、不倫解決カウンセラーの川村です。はい、今日はですね、不倫恋愛と結婚生活の違いということをお伝えしていきたいと思います。今 LINE 公式の方に登録してくださると、不倫を解決するための5ステップの動画をプレゼントしておりますので、概要欄から登録くださいね。はい、なぜ今日はね、不倫恋愛と結婚生活の違いということをお伝えしようかなと思ったかというとですよ。言うと、あまりにもね、多いんですよ。ある意味ね、これ私妻側ですから、ちょっとなんか厳しい言葉になるかもしれないですけども、私だけが愛されてる。私が、奥さんよりも上だし、この人を幸せにするのは私しかいないみたいな。ね、私もこの人じゃないと幸せになれないみたいな、っていう人がいるんですよね。で、とにかく、そういう不倫女性の人たちっていうのは、愛を語ることが多いんですよね。仮にね、愛っていうことを語るとすればですよ。愛っていろんな愛があるじゃないですか。例えば、家族愛、ね、友情の愛とか、あと動物への愛とか、あと何、今、両親への愛とか、子供への愛とか、ね、いろいろあると思うんですけども、その旦那さんに向けての愛を強化してるっていう、まあもちろんね、不倫女性ですから、そこを強化するんだと思うんですけども、じゃあどの愛がね、本当の愛なのかっていうことをね、その本当の愛情、本当の愛っていうことを、ここ、ちょっとこう吐き違えてるというか、そういう女性が多いのかなと思います。で、そこでですね、今日はですね、不倫恋愛カップルと、現実の結婚生活の夫婦の違い、関係性をと、意識の違いを比べてみたいと思います。なので、私の動画っていうのは、不倫をしてる女性も多分見てるかもしれないし、不倫をしてる旦那様も見てるかもしれないし、まあ多いでしょうね。で、あと、不倫をしたい旦那さんとかね、夫さんとか、され妻さんとか、まあみんな見てるわけですよ。ね、で、時には、両親が不倫をしてる子供まで見てるんですよね。だけど、まあこれ子供さんたちに言いたいんですが、愛はいろいろ種類があるんだけど、本当に一番強いのは家族の愛が一番強いですよ、ということを覚えておいてください。ね、まあちょっと今日と趣旨が違ってきますから、ちょっと両親の不倫の話はね、今日はちょっと置いておきたいと思うんですけども、とにかく愛というのはいろいろ種類があって、家族に対する愛が一番強いよ、ということを子供たちは覚えておいてください。はい、ということでちょっと話を戻して、不倫恋愛と、結婚生活のその違いですね、関係性と意識の違いを今から言います。まず関係性なんですけども、不倫恋愛の方は、ドキドキして、刺激が重要な関係ですね。で、これはね、二人だけの世界観で、二人だけの価値観で、二人だけの不安定な関係なんですよ。だから二人だけの不安定な関係だから、やっぱりこう、ドキドキしますよね。いつ別れるかもしれないとか、会えないかもしれないとかね。もしかしたら、奥さんにバレるかもしれない。会社にバレるかもしれないとか、友人にバレるかもしれないとか。そういうこう、なんていうの、このスリル感も相なって、やっぱりその不倫恋愛燃え上がってしまうということが、まあ多く見受けられます。で、不倫恋愛の関係性というのは、まあお互いのね、不足している部分を、まあ、刺激というエッセンス、ね、刺激というエッセンスで補充しようとする、関係じゃないのかなって思います。はい、次、結婚生活の関係性なんですけども、こちらはですね、楽でリラックスできるような、家族のような関係ですね。で、これ私も結婚して、まあ、旦那さんの不倫問題が結婚3年目から10年目まであったんですけども、でも今はやっぱり改めて感じるのが、家族への愛というものはね、お互いこの楽ですね。楽でリラックスできるような、そういう家族のような関係、家族のような関係というとなんかね、いや、やっぱり愛が大切だと思うんですよとかいう、なんかちょっとね、不倫女性が、ね、多くいますよ。だって家族じゃないからそれしか言うことがないんですよ。まあちょっとはっきり言ってね。なんか、あなたよりも私の方が、あなたの、彼のことを愛してるんですって、彼を解放してあげてくれちゃいちゃいとは言わないけど、そうやって言う人がいるんですよね。でもね、家族というものは、例えばドキドキするような、まあ恋愛期間のような、こう刺激的なね、愛情っていうのが、じゃあそれがね、結婚生活10年、20年と続くかって言ったら、そんだけ続くと、安心して家に帰ってこれないじゃないですか。逆に。
だってね、自分の実家、旦那さんの家に実家に行くのと自分の実家に行くのと、まあ、断然自分の実家に行く方が安心感ですねを出せると思うんですよ。で、その素の自分に出せる場合、その ところっていうのがやっぱり何もこうストレスを感じない、こうなんかリラックスできる空間っていうのがやっぱり家族のもとなんじゃないかなって思うわけですよね。で、そこってそういうことを素の自分が出せるっていうのは愛があってのことなんじゃないかなって思います。うん。やっぱ不倫恋愛ってやっぱね、いいところだけしか見えてないし、見せてないのでね。うん、というのがあります。まあ、だから、まあ、関係性の違いで言うと、不倫恋愛はドキドキして刺激が重要な関係。うん。で、二人だけの価値観とか、二人だけの世界観で不安定な恋愛だから、要するにより刺激的なことを、まあ、求めてしまうということですね。まあ、結婚生活の方では、楽でリラックスできるような家族のような関係ですね。まあ、これがやっぱり長く続く、その愛なのかなって思います。はい、次、意識の違いですね。意識の違いに関しては、まあ、不倫恋愛の方は、常に不倫相手が喜ぶことばかりを考えている傾向があります。うん、で、まあ、基本的にね、不倫男軸です。だから、自分のことよりも不倫男の軸なので、不倫男がどういうふうに考えてるんだろうかとか、不倫男をどうやったら落とせるんだろうかとか、不倫男と、結婚するためにはどうしたらいいのだろうかとか、もうずっと不倫男の軸なんですよ。不倫男に乗っ取られたみたいな頭のもう考え方ね。だから自分の幸せがもう不倫男じゃないと叶えられないと思ってるっていうことが結構あります。うん。で、これは、まあ、これ全てね、クライアントさんから聞いた話なんですけども、例えばその時間とか、食べ物とか、趣味とか、生き方、すべてにおいて、不倫男の基準になっていることが多いようですね。うん。だから、今まで、その、不倫女がね、不倫女性が、なんか全然違う、まあ、友達関係であったりとか、趣味であったりとかしても、例えば不倫男が、例えばゴルフ好きとかなったら、もうゴルフを一生懸命習い出したりとか、いうことになって、その不倫男の基準になっていることが多かったりします。だから、そういうことをなぜするかっていうと、やっぱり不倫男と、その自分のね、彼と、自分との共通点というのが、まあ、少ないから、だから、多く作りたい。だから、不倫男になるべく合わせようという、そういう、こう、うん、短期間でね、私との共通点、私との、この思い出を作りたいっていうのが、まあ、強く出る傾向にあります、うん。で、次にですね、結婚生活のこの意識の違いなんですけども、まあ、結婚生活になってくると、やっぱりその子供のこととか、生活のこととかを考えている傾向にあります。で、まあ、その現実を考えている中で、まあ、基本的に家族軸なんですよ。やっぱりその不倫恋愛の、まあ、不倫してる女性は旦那軸になるだろうし、私たち女性、まあ、家族結婚した奥さんたちっていうのは、自分のことよりもやっぱり子供のこと、自分のことよりも旦那のことになったりとかするんですが、でもそれは家族というこの大きな輪の中での愛、家族という集団の中でその自分の存在とか自分の生き方とか考え方とか、そういうことを基準にして自分の幸せを考える、まあ、基本的に、まあ、自分軸といえば自分軸なんですけども、そういう傾向にあります。うん。だから家族っていうのは私と夫だけじゃないじゃないですか。まあ、もちろん子供がいらっしゃらない方っていうのは私と夫だけになりますけども、でも結婚っていうのはそれだ二人だけの登場人物じゃないわけですよね。おじいちゃんおばあちゃんとか親戚とかいとことかいるわけで、それ全部含めてやっぱり家族なわけなんですよ。だから全体のその家族の全体のことを考えて、その長い年月をかけて、作り上げていくっていうのがやっぱりこの家族の愛だと思います。うん。ここはね、大きな違うところですよね。不倫恋愛っていうのは自分と不倫男、その二人の登場人物しかいないわけですね。うん。その二人の登場人物のことだけなので、その狭いこのこんなちっこいこの中で、短期間で愛を作り上げていこうってするのが、これ不倫恋愛の意識ですよね。で、まあ、結婚生活っていうのは、まあ、全体のこと、私だったら川村家、
ね、私の元々の家族、私の旧姓の家族の全体のことを考えて、まあ、少しずつ信用信頼とか本物の愛とか、まあ、喧嘩しながらとか嫌なところを受け入れていくとかそういうことをやりながら長い年月かけて作り上げていくのがやっぱり家族なのかなと思います。で、まあ、今日はねこの2つ、関係性の違いと意識の違いということをお伝えしたわけなんですけども、まだまだたくさんですね、あの不倫恋愛と、結婚生活の愛ですね、結婚愛というのは家族愛ですねというのは違いがありますけども、うん、私が言いたいのはですね、あの不倫をしている時の関係とその結婚してから家族になってからの関係というのは全く違いますから、はい、今現在ねこの見てくださってる方が、まあ、不倫してる女性の方だったら自分の彼とのことだけ今だけの恋愛がその感情がね恋愛感情というのは全てじゃないんですよ。本当にいろんなものが見えてくるのが家族なのでね、うん、これは結婚してみないとわからない。で、私もね、今結婚21年目に入ったんですけども、もうつくづく感じてます。もういろんなことを受け入れていくのがやっぱり家族愛だと思います。なので、結婚生活をね、送ってる方々、ね、焦らずに本物の、愛情というものを積み上げていってほしいなと思います。はい、ということで今日はですね、不倫恋愛と結婚生活の違いということで2つお伝えしました。関係性の違いということと意識の違いということをお伝えしました。はい、ということでこの動画では、不倫をされている奥様旦那様向けにどうやったら夫婦円満家族円満になれるのかということを中心にお伝えしております。もしよかったらチャンネル登録あとコメントの方よろしくお願いいたします。それではまた。